顔痩せたな。ここだよね。やっぱ難しいな。いけ。いったか。洗濯しすぎて縮んじゃったからさ、久々に新しいやつ書いた。ブンブンオスユシーンシンゴチンドエス全集中。さあ今日のシンゴチャンネル何をするんでしょう。全集中シンゴチン、ついにドス鬼滅の刃読んでみる。マジか。シンゴチンはですね、まだね、読んでないアニメーション見たことない、映画ついていけてない、一切です。一切合切。シンゴチンもともとはね、漫画も大好きでね、いっぱい読んでましたよ。まあ、ドラゴンボール、アキラ、鉄痕キンクリ。最後は何だろうな。最後も見てた、思い出し、あ、そう、思い出した。あの辺だな。月曜日に、アルタの楽屋で、ジャンプで見てたね。デスノートだ。結構、空いてるでしょ。そしてね、この大ブーム。鬼滅の刃。ついに読んじゃおう。いやー、これですか。全21巻。23巻。23巻。23巻が実際売り切れ中でした。マジで23巻がニュースにもなってた最終話、最後の巻なんだ、はい、だからもう買えなかったの。へえー、で22も手に入らない。え、でも23なんだね。読みやすそうじゃん。かなり読みたさ今マックスしてるんで、全集中見ちゃうよ。鬼滅の刃一巻。さあ、どれだけブームなのかね。シンゴチンはね、読んでもないし、見てもない。それなのに、これを見ただけでなんとなくわかることがあります。これはきっと、この子の妹ですね。主人公の妹で、牙を剥いている感じは、鬼になってしまう感じなんでしょうね。皆さんよくおっしゃっております。では早速、シンゴチン、ついに、はじめまして、鬼滅の刃、読んでみます。いきなりな。ねえ、いきなりの始まりで。これが妹なのかな、この子は。難しい字を書くんだね。禰豆子。一枚だけだけど、この最初いい始まりですね。炭治郎。炭治郎って言うんだな。この子なんだ。よ、みんな炭治郎、炭治郎言ってますよ。妹は禰豆子って言うんだ。あれ？もう帰る時間か？もうさ、これさすが、一巻の感じなのかな。この絵のテイストがね。これは妹か。この子たちは誰だったの。すっごいカラスうるさいな。カラス出てきそうじゃない。鬼滅読んでるからね、静かにしてて。いったいった。なんだ、匂いを嗅いでる。鼻が効くのか、炭治郎は。鬼だ。あ、なんだよこれ、やばいやばい。なんか出てきた。うん、面白シーンもあるんだね。もっともっとシリアスにずっと行くのかと。鱗抱き左近次。あ、はい、かまど炭治郎と言います。君の炭治郎なんだね。たくさんの人から君の名前は聞いてるよ。もう来たんじゃない。呼吸法。腹に力も入ってないって怒られてお腹バンバン叩かれる。しんごちん昔ね、ボイスレッスンを数回だけ受けたことがあってね、一番初めての時かな。一人ずつ呼ばれてね、広いリハーサル室でね、ピアノの前でね、先生に、ここね、お腹にね、こう力を入れないとね、腹式呼吸で、はい、ここ、自分でこう、って押して、そのままスーって息吐いて、スッ、スッ、スッって、はい、やってみて、ピーピー、スッ、スッ、こう、違う違う違う、そうじゃない、こう、ここもね、こうやって見てて、はい、見て、実践と見て、スッ、スッってやったらね、ポーって笑いました、先生が。あ、出てきた。全集中の呼吸。炭治郎が変わってきてね、強くなってきてる。これ時間軸をすごいちゃんと書いてくれるね。もう1年半とか経ってるとかさ。木の方、内
ちの肩目なもぎれうわ終わっちゃった終わっちゃった4体面白かった。久しぶりに漫画を読んで楽しい時間を過ごせた。早く次が読みたいと思った。時間が結構ちゃんと描かれてるっていうのも面白いね。この一巻の中だけでもだって1年半年とかっていうセリフが出てくるぐらいにどんどん進んでいったり、あと次から次へと知らない人が出てきてワクワクするね。これが鬼滅の刃か。わあもうすぐ読めちゃうよ。とりあえず今日はここまでにしとく。炭治郎俺は鼻が利く。全集中。おお。これか。この表紙のやつはそうだね。これだ。これが。これ炭治郎持ってるやつじゃん。いやもちろんさ読まなくてもさ映画とかって見てもいいんだろうけどさ。あこの人じゃん。映画の人。この人映画の人だ。八の人。予告編とかで見たことある映画の人だよ。楽しみ。羨ましいでしょ。今から楽しみが終わってんの。一の方ガタガタ水面水面切り波紋ジョジョ。このソファを切ることができれば最終予選に行ける。ちょめちょめほーい。最初はちょめちょめ。あっち向いて。はい。この動画良かったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。最後はみんなでグッグッバーイ。No! ミズノ虚空、虹の肩、スキャンワール!